私の周りにパックむちゃくちゃ並んでるけど、そう、今日これ全部紹介するつもり。アネロのバッグです。形を変えて使うことができます。本気のものです。使いやすいもの。めっちゃ可愛くない？キュンです。はい、どんどん行きましょう。さっきの2つは近所に出かけるっていう時のバッグ。今から紹介するのはちょっとおしゃれしたい日に持つバッグでございます。さっきはこのアネロのカジュアルなバッグやったんですけども、じゃーん、こっちにグレードアップします。こっちはこっちで可愛いんですが、ちょっとおしゃれしたい日っていうのは同じ黒いバッグでもこんなデザイン性のあるバッグの方が可愛いなと思ってこっちを愛用してます。これもアネロのバッグと同じようにポケットがたくさんついてて機能性抜群です。前に2つ、後ろにも2つ、そしてここにポッケが2つ、反対側にはチャックのポッケ1つと大きいポッケが1つ。ちっちゃく見えるんですけどめっちゃ入るんですよ。ショルダーバッグにもなるので、ここにフックがついてます。さっきはねプラスチックのこういうフープやったんですけど、これはちゃんと金具なので高見えして見えます。中を出していきましょう。はい、まずはこちら、おむつポーチでございます。めっちゃ可愛くない？これバリ気に入ってんねんけど。これも、バッグと同じブランドのルカルカのものなんですけど、このおむつポーチを先にバーバに買ってもらったんですよ、おねだりして。ほんならすごい使いやすかったし、生地もいいし、やっぱりねちょっと貼るだけあるなと思って、で気になってサイト見てたらこのバッグを見つけてこれも買っちゃったっていう感じです。でこのおむつポーチインスタにも載せたんですけど、中はこんな感じになってます。おむつが数枚、匂わないボスの袋とお尻拭き、着替えが1枚入っています。仕切りがついてるのでめっちゃ使いやすいです。ちょっとベビーカー見ててって言ってこのおむつポーチだけポンって持ってトイレにパッて走ることもできるのですごい便利です。ハートのチャームもついてる。そしてそしてこちら、かわいいやろ、バーバパパの、バーバママかなの巾着袋の中にミルクセットが入ってるんですけど、さっきはちょっぴり長時間出かける時用やったので哺乳瓶持ってましたが、こっちはですね微笑みのミルク感とアタッチメントと乳首の部分、この3つを入れています。もうご存知の方もたくさんいるかもしれませんが、数年前に子育てがもう終えられてる方は今はこんな便利なものができてんのねって言ってほんまに驚かれるんですけど、私も最初びっくりしました。なんとこれですね、さっきは哺乳瓶にビーって注いで使えますよって言ってたんですけど、これにこのアタッチメントをカポッとはめて、ここにこの乳首をくる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 っと取り付けると、もうゴボゴボゴボってこのままミルクをあげることができるんです。超便利じゃない？でこれ飲み終わった後外でねカンカン捨てるとこで捨てれるじゃないですか。なのですごい持ち運びも便利やし軽量化できるので使うことが多いです。であとはこの中に口拭くガーゼ、こんな感じでバーバママセットの中にはパイセットです。はい、そしてさっきのバーバママと一緒にね雑誌の付録でついてたこのバーバパパのエコバッグも入れてます。めっちゃ可愛くない？これね後ろがこういう風に絞れるようになってるんですけど、これをピューっと開くとなんとエコバッグに早変わり。色もめっちゃ可愛くないですか？薄ピンクで、ほらバーバパパがいっぱいいます。特にバーバパパのファンってわけではないんですけど、なんかこのバーバパパとママがマザーズバッグに入ってるっていうのにキュンです。でこれ使い終わったらこの穴の部分にこれでバッサーってね突っ込んでいくだけやからすごい楽なんですよ。やっぱエコバッグって可愛いの使いたいけど直すのがめんどくさいのって使わなくなっていきませんか？これはね簡単なので、こういう感じにまたすぐバーバパパがハートを持って現れるので、かわいい。はい、これとこれのセットを入れています。そしてですねマスクケース、これは雑貨屋さんで買ったんですけど100均にも同じような形売ってますよね。中はこういう風に仕切りがついていて新しいマスクを収納しておきます。あとはこのバッグなんですけど中にねフックがついてるんですよ。そこにまたまたエコバッグをぶら下げております。これはですねシュルシュルって出してこれを裏返して使えます。蛍光のイエローというかグリーンみたいな色が可愛くて買いました。すごい薄いの、もう透けてるぐらいで、こっちはですねお弁当とかちょっと横長のものを入れるのにぴったりで、横広なデザインも可愛いなと思って形違いで2つ購入しました。こちらはハングバッグっていうブランドのものだそうです。そして先ほどこっちのね
バッグ使ってる時のメイクポーチはこのポーチに入れてたんですけど、お出かけの時って言ったらやっぱりちょっとねちゃんとした素材のものに入れたいので、アフタヌーンティーのメイクポーチを使います。これはですね、中に結構仕切りがついていてすごい使いやすいし、中身が増えた時にこのサイドのチャックを開けるとほら容量が増えるんですよ。なので気に入ってて、これもたまに使っています。そしてほとんどは私は携帯にクレジットカードも登録してあるのでキャッシュレスでお買い物することが多いんですが、まだやっぱりね現金がないとお買い物ができないというところもあるので、こちらも持ち歩いています。これはお誕生日に自分に買ったドルガバのカードケースなんですけども、前にも名刺を入れれたりするぐらいの広いポッケが1つ、後ろにもポッケ、カードケースが 1,2,3,4 枚入れれて、ここもお金を入れれる超ミニミニサイズなんですけれども、これぐらいのサイズ感が最近気に入ってよく使っています。バッグ自体が可愛いので普通に自分のポシェットとして使うこともあるのでショルダー部分も入れております。はい、ということでこのルカルカのバッグにはルカルカのおむつポーチ、バーバママのミルクセット、バーバポカのエコバッグ、メイクポーチ財布も入れて、マスクケース、そしてちっちゃなエコバッグのロボットくんをこのフックにつけて使っています。はい、では次どんどん行きましょう。続いてベビーカーで移動する時のおしゃれしたい日、しかも荷物をたっぷり入れたい日のバッグはじゃーん、こちらのヌエベのバッグでございます。このチャームはバーバリーの羊さんです。こっちのバッグもパカッと開くと自立して四角をキープしてくれる形になるので中が結構見えるんですよ。なのでおむつポーチも絶対可愛いやつを入れときたい、だからルカルカのおむつポーチを入れます。そしてミルクポーチはこっちかこっち、まあ気分によってちゃいますけど、まあ、とりあえずこっち入れときましょうか。そしてエコバッグはリエンダのサテン生地の大人エロ可愛いこのエロバッグを持つことが多いです。そしてこちら、このポーチめっちゃ可愛いな、パールついたポップコーンデザインなんですけど、このポーチの中には以前ツインバッグの時に紹介した中身とあんま変わらないんですが、テピカジェルと、あとトイレ行った時にいい匂いになるやつと、シミ取りクリーナー、あとは絆創膏が入っています。そしてあとはメイクポーチ、あとは携帯をポイッと、ここにですねお財布と携帯が入っていて、おむつポーチでミルクポーチでエコバッグ、エチケットポーチにメイクポーチ、こんな感じです。はい、そしてラストです。ラストはですね抱っこ紐で移動する時なんですけども、抱っこ紐で赤ちゃんを前に抱えてる状態で手にバッグを持つと、やっぱりつまずいた時とかにパッて手をつきづらかったりとか、守らねばみたいなのがあるので両手は自由にしときたい、やからリュックを背負うことが多いです。これはねリサイクルショップで買って500円ぐらいのリュックなので、あのブランドが全然わかんないですよね。まあとりあえずこういう形のもの使いやすいよっていう感じで紹介できればなと思うんですが、このリュックもですね両サイドにポッケがついていて、前にはファスナーのチャックが2つ、こことここと、ここも開くんですね、ベローンと、じゃーん、こんな感じで開くんです。で横はピッて開くので、この中のものが取れるんかなと思いきや違います。ここにお財布だけ入れるとか、細いポケットがついています。解体したらデロンデロンになるぐらいすごい収納できるリュックなんですけども、持ち運ぶものはさっきとほとんど一緒です。はい、ということで今回はお気に入りのマザーズバッグたちとその中身の紹介をしていきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。私もね、妊娠中マザーズバッグどんなん入ってんのやろうと思って、なんかワクワクした気持ちと同時になんかすごい焦る気持ちがなぜかあって、私に用意できるのかなみたいな感じのことを思いながら、すごい皆さんの、マザーズバッグの中身とか見てたんですけど、自分がですねママになって、で子供と出かけるようになって、マザーズバッグを持ち歩いてみて思ったこと、ただのバッグやからそんな気負わんで大丈夫でした。ほんまにね、いつも持ってるバッグに赤ちゃんが必要なミルクとかおむつとか入れときゃいいだけやから、そんなに気負わず、楽しみながらですね、私のマザーズバッグは、あ、じゃああんなにしようかな、こんなにしようかなって思いながら、選んでもらえるといいんじゃないかなと思います。で今回いろんなバッグ紹介しましたけど、まとめるとこういう感じに大きく口が開いて自立するバッグ型、そしてポケットがたくさんついてて使いやすいもの、あとは雨がバーって急に降ってきたとしても汚れてもパッと洗えるようなこういった素材のものとかはすごい重宝するなと思いました。
またですね、皆さんお気に入りのマザーズバッグとかもね、よかったらコメント欄に書いていただけたら嬉しいなと思います。私も興味津々ですし、今からマザーズバッグを探そうと思われてる妊婦さんたちもね、すごい役立つと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。